アメリカンメガトレンズインコーポレーテッドはアメリカ合衆国ジョージア州に本社を置くパーソナルコンピュータ向けハードウェアソフトウェアの開発を行う企業2005年まで同社の日本代理店であったアメリカンメガトレンドについてもここに記述する網は1985年にインドチェーン内出身のサブラモニアンシャンカーによって設立された同社はハイエンドを対象とした マザーボードメーカーとして開業した。その最初の顧客は PCS リミテッドで初期のインテル8386設計マシンであった。ハードウェア事業は台湾での ODM に移し、網は主要なマザーボードメーカーに BIOS ファームウェアを供給し続けた。同社はマザーボード用 BIOS ソフトウェア、サーバー用マザーボード、ストレージコントローラー、 リモート管理カードを手掛けた。1996年、アミは、ストレージコントローラのメガレイドを開発し、HP やデルといった主要な OEM に採用された。RAID 事業は2001年に LSI ロジックに売却された。2011年時点でもアミは OEM を中心とした事業を継続している。製品の系統は、アミイビス、アップテオ、診断ソフト、 リモートアクセスファームウェア、マザーボード、スカピオ、バックプレーンコントローラ、ドライバファームウェア開発、プロセッサ供給、中小企業向け NAS3 ストレージシステム、Android オペレーティングシステム用のソリューション事業など。マザーボード上のアミービス搭載ロムアミービス i は、網によって開発、販売されている IBM PC 互換 BIOS である。百九十四年頃には、 同社の発表では75%の PC 互換機にアミエビスが使われていた。アミはアミエビスに関しては厳格な OEM ビジネスモデルを持っている。マザーボードメーカーに対してはどんな取引形態を持ちかけられようとソースコードを販売、あるいはそれぞれの OEM 先に個別にアミエビスをカスタマイズして提供した。アミエビスはエンドユーザーには販売せず、がって ライセンス企業以外へはドキュメントや技術サポートを提供しなかった。ただし、同社は1994年と1995年に BIOS に関する書籍を2冊発行している。起動時、BIOS ファームウェアは画面の左下隅に ID 文字列を表示する。この ID 文字列はファームウェアがいつコンパイルされたか、何の設定オプションが選択されたか、 OEM ライセンスコード、対象のチップセットとマザーボード、といった様々な情報の断片を含む。それには3種類の ID 文字書式があり、最初は古いアミービス、2番目と3番目は比較的新しいアミハイフレックスバイオスである。これらの文字はポスト中にインサートキーが押されている時に表示される。元々のアミバイオスは、 起動時のパスワードを暗号化せずに、ムベレムに保存していた。そのため、PC のムベレムを読むことができるユーティリティを使えば、パスワードを読んだり変えたりすることができた。アミウィンバイスは単一回字式暗号を用いて、パスワードを暗号化している。ポスト画面が表示されている時にデリートキー、または回にキーを押していると、BIOS セットアップユーティリティプログラムが起動する。 いくつかの初期バージョンのアミバイオスは、オマディアグユーティリティのサブセットも搭載していたが、後のアミバイオスは、詳細な診断プログラムを、バイオス DMA として統合しており、アミダイアグは含まれていない。アミバイオスはディストリビュータを通してのみ販売され、エンドユーザーには直接は販売されていない。ファームウェアのアップグレードや交換は、アミから同社が直接販売する。 マザーボード用のみが供給されている。アップテオは網によって開発、販売されている u f i である。ありがとうございます。